ティオコルニド。はい、ということでご飯を食べに行きたいと思います。まあご飯というか今回はね、久しぶりにチキンを食べに行きたいと思います。はい、ということで、チキンは私最近ずっとなんかお店に食べに行くってよりもこう出前したりとかして、週末でよくもっぱんして食べたりとかするんですけど、やっぱり出前よりお店に食べに行った方がみんなのこうね役に立つかなと思い、今日はお店に行きたいと思います。あ、こんにちは。ということで、どこまで話か忘れちゃったんですけど、まあ、とりあえず今日はお店にご飯を食べに行きます。で、韓国でチキンっていうと BBQ だったりキョチョンチキンだったりとかね、あとはまあそこら辺を想像すると思うんですけど、今日行くところは韓国最大、違う、韓国三大チキンって言われてる超激うまなお店に行きたいと思います。このお店がチェーン店なんですけど、新町店に行きたいと思います。新町の駅からもすごい簡単な道のりなので、今日もね一緒に皆さんをお連れしたいと思います。はい、で新町駅が2号線になります。2号線、2号線の新町駅から2番出口に出て向かっていきたいと思います。それでは行きます。 GO!ということで、ここが新町駅の2番出口になります。で、2番出口から出るとすぐね、こう前にこういう大通りがあるので、これをまっすぐ進みます。はい、じゃあこんな感じで歩いてきて、これも通り過ぎて、またまたまっすぐ行きます。ということで、ここまで来たらミニゴールドっていう、こうなんていうの、アクセサリー屋さんとか、ちょっとサブウェイが見えるところを左に曲がります。おー、こんな感じで描くんだ。天才天才。はい、じゃあこの角でね、ミョルチクプスチャラーヌンチっていう백종원のお店があるんですけど、これをね曲がって、じゃじゃーん、はい、ここになります。오늘동탁1977년、はい、今日はここに入っていきたいと思います。안녕하세요、지금식사되나요。メニューになります。お、え、ソウル三大チキンって自称だったのかな。まあいいや、美味しいってことでしょ、自称するってことだから。まあ、いや、とりあえず見ていきたいと思います。でもなんかメニュー見たら美味しそうだったんだよね。まあ、トンタクっていうのがこの鶏の素揚げです。まあ、1977年からやってると。でもともとサムソントンタクっていう名前だったっぽいね。マヌキュームロティギョネンチナンプミ、そうそう、今回これがバンバンバンっていうのができて、半分半分半分みたいな。これがヤンニャンとんたコチュマヌパンマリかマヌカルビチキンパンマリ、他にも普通のやつもある。とりあえずすごいメニューが多い。이거하나랑요여기는사이다는지성사이다예요지성네그럼사이다는はい、ということで今お店に入ってきたんですけど、まさかのメニューを見たら、メニューにソウル三大チキンって書いてあって、どこでどこのブログ見てもソウル三大チキンオヌルトンタクって書いてあるわって感じでした。例えば韓国ってチーズタッカルビ発祥の地って言われたところって、元祖タッカルビって書いてあるお店が5個ぐらいあったりして、どこが本当の元祖なのか分かんないみたいな、なんかそういうちょっとややこしいとこあるけど、ここもややこしかった。普通な、이건너무한거아니냐고、그러시면안됩니다。なんか普通それが名前だと思わないじゃん。でもそう考えたらマーケティングめっちゃ成功してるよね。頭いい。私も YouTube チャンネル名を韓国が認める韓国のモッパン YouTuber とかにしようかな。
って입만벌리면거짓말이자동으로でもなんかそのブログとか見てもなんかまずいとかってよりもなんか美味しいってブログが多かったし、まあとりあえず美味しいでしょう。ねえ、さっきからこれめちゃめちゃすごいんだけど、まあいいや。ちょっと待って、私こういうの好きすぎてちょっと見たい。で、踏んじゃう。ということでね、さあ待ってみたいと思います。てか前髪伸びてきてもう分けるようになった。髪の毛のさ色がいい感じにもう、はい、まずこちらですね、まあ、ここのお店の売れ筋というか、まあ、売れっ子ですよ、稼ぎ頭ですね。コチュマネルトンタクで、コチュが唐辛子なんですけど、こういうところに青唐辛子とか赤唐辛子もあったよね。コチュとマヌーですね、でっかいマヌーのスライス、コチュマネルトンタクです。で、その隣がじゃん、これがマヌートンタクかな、うん、上にマヌーガーリックが乗ってて、これなんだろう、ニンニクの匂いがすごい、半端ない。最後の一個がヤンニョムトンタクなんですけど、ヤンニョムは絡ませてなくて、ここに別でヤンニョムをくれます。つけて食べる感じで、このセットにするとバンバンバンの他にもポテトも来るし、それからまあチキンのお店では当たり前のサラダと大根も入ってきます。ということで私は抽選サイダーを頼みましたので、はい、じゃあ食べていきたいと思います。やばいね、やばい、見て、重いけどビジュアルやばくない？完全に手首がいかれるかと思った。いただきます。何か食べる、とりあえずじゃあトンタクですね、超オリジナル食べます。この手使っていいかな、エアにもつけて。とりあえず殻が違う、殻がめっちゃなんか普通のなんかチェーン店のチキン店のサクサクとは違ってめっちゃ軽い、衣が薄くてなんか本当にお菓子みたいにサクサク。じゃあ次ニンニクです。ニンニク、じゃあなに、香りがして結構なんていうの、甘い感じで、辛さは全くないです。辛いの好きな人とかちょっと甘いのかちょっと苦手な人はちょっとってか、かなり甘すぎるチキンかもしれない。サラダここにめっちゃ美味しい。うん、ここのサラダ美味しい。なんかちょっとコールスローに近い。ではね、ここの稼ぎ頭ですよ。こっちはね、トンタクです。ぶっちゃけよくわかんない、本当に新しく食べる味だから、これが
なんかチキンと合うのかもなんかよくわかんない。チキン自体はお肉すごい柔らかいし、なんかジューシーだし、しかも3つとも全部めちゃめちゃ皮がサクサクで、かぶりついた時にこうサクッと音がちゃんと出るし、油っぽいとか重いって感じが一切ないチキン。私的にはこの3つの中でやっぱり一番美味しかったのは、ね、結局ヤンニョム。私個人的にはやっぱ自称ソウル三大チキンのこのオヌトンタクよりも、チョンガク駅にあるビーフランデミダ店の、はい、ということでごちそうさまでした。まあまあそんな感じっすよ。まあ、今回はね、完全に、まあ、騙されたと言ったらちょっと聞こえが悪いかもしれないですけど、完全にこのマーケティングの攻略にハマりました。でもなんかブログとか見ると夜はね満席だったりとかするので、一応人気は実際にすごくあるみたいです。でなんかヤンニョムチキン頼むと、もう普通にこうヤンニョムとあえてあるチキンがね出てくるところがほとんどなんですけど、ここは自分でつけて食べるので、私はここのチキン、このスタイルの方が私は好きでした。それからこのお店の私がめちゃめちゃ気に入ったところは、皮がめっちゃ パサパサ、何カリカリで薄くて軽いところかな。ニンニクの油で揚げてるからかわかんないけど、普通のフライドチキンとかにはないサクサク感、すごくね軽くて、ここは本当に良かったです。じゃん。ということで今回は新町にある自称ソウル三大チキンオーヌルトンタクの紹介でした。それでは今回の動画がお役に立ちましたら、高評価とチャンネル登録お願いします。それからコメントも全て読んでますので、コメントもよろしくお願いします。インスタとツイッターの ID とかはこの下とか概要欄に書いてありますのでね、そちらの発通していつも急なお知らせとかライブのお知らせしてますので、2つのアカウントある方ぜひフォローの方お願いいたします。それから追加情報などもいろいろ書いてありますので、ここ出てられた皆さん暇だと思いますので、概要欄の方に目を通していただければと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。ダメおぬるにおきかし終わりー。